先週首肩やった。はい、じゃあ今日は腰、はい、いつも首肩の方です。で今日は腰だそうです。去年一回ぎっくり腰をやっていて、腰も多分悪いだろうなっていう。どれだけど、取れたでしょ。ああ、取れた。やってるストレッチがその適切なストレッチじゃなかったら結局痛いんですよね。これだ、腰重いですよね、毎回ね。うん、いつも重いっていう状態が続いてる。いつも痛いけど、もっと痛い。どっち側が痛い？びっくりの時は左2回ともやったんですけど、うんうん、今右も痛くなってきて、もうどっちが痛いんだか分からない。そうだね。腰なのに表をやるのが不思議。全部これ腰に影響するからね。痛い。痛くない。痛い。痛くない。痛くないでしょ？痛いですよ。痛い。いつも顔以外全部痛いですよ。触られてるところは全部痛い。ああ、そうですか。これ外側後筋、もうへばりついてます。こういうところはね、貼るとね、もういろんなあの負担を全部背負っちゃうんですよ、腰が。だから、でも膝はいいよ、すごいいいよ、はい、ここでーこれでーここでーこれもう股関節の中です。股関節大体あんまり良くないね。痛い。えはっ、はい、取れた。取れたでしょ。ゴリって言いましたね。取れたでしょ。ああいうの取れた。ここってね、4つぐらいこう筋肉が直筋含めあるんですけど、それが一つの動きしちゃってるんでバラバラにするんです。痛い。左の方痛いね。左の方割れてないもん。痛い。痛い。痛い。かわいそうでも。いつもより痛いんですけど。何これ。付け根、ここの付け根、これがね、いつも張ってるのよ。だから股関節がね、動きが悪いの。これで柔らかいね。体はそう、開脚とかはできるんですよ。体が柔らかいのになぜ腰が痛くなるか。なぜでしょう。不思議よ、不思議。普通は柔らかくしとけば体が痛くはならないのが普通。でやってるストレッチがその適切なストレッチじゃなかったら結局痛いんですよね。今度腰が痛くなった時に絶対覚えておいて。みんな腰を何とかしようと思うけど、違う、このライン。指意識しよう、ここよ。で、このラインが伸びるようにする。ここが、ここをしっかりと伸ばすように持っていく。それは、こうやっても伸びる人もいる。その方が良かったら、これでも自分でいいです。ここ伸ばす。よいしょ。OK？ ちょっと気をつけてほしいのが、股関節なんか硬いものが入ったんで、やっぱこういう動きをした方がいいです。膝が空中で円を描くような状態、こういう感じの動きをしてください。あ、いつものこれね。これ首肩いつものひどいんですよ、ここ。これこれね、これ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 やばいです。これ高さが違うんですよ、指一本ぐらい。こんな感じ。腰椎、この周りがちょっと動きが悪くなっている節はあります。だけど、こちらの方の問題なのはどちらかというとこっちです。ここに張り付いて動きが悪くなってるから。これこれもう嫌だって言ってますけど、来たのは僕じゃないし。でも一発でこう腰をしっかり取ってる、はい、これで取れてるんで。4つぐらいあるんですけどね、大きな平べったい筋肉があれに来てるんで、まずそっちを緩めて。でここさっき押したのは大腰筋まで届くようにしてるんで。かわいそうに。これだ、腰重いっすよね、毎回ね。うん、いつも重いっていう状態が続いてるでしょ。いや、かわいそうだね、ほんとね。そこだけ痛い。楽しいんだよ。はいはい、力抜いて、力抜いて。はい。じゃあ、今のところを入れるためにはこっちですね。はい。これが張ってるから、あそこ痛いです。ここね。うん。
これね微妙ですけどね、こっちは外側後筋の流れの中で、ここは長径靭帯なんですよね。なんかそこがひっついてる感じですね、イメージね。でもやっぱり股関節に少し無理が出てますよ。痛いんだよここはね。逆に言えばね、ここが頑張って持たせてるの。やっぱリンパ先取ろうか。ここってリンパこう通ってるんだけど、それが詰まるとやっぱむくみとかが出やすいしね。めっちゃ優しいっすよこれ。全体のバランスなんだろうね。どこが悪いっていうようなことはあんまりないですよ。全然いいです、はい、バランス取れてるんだけど、なぜか不思議と箇所箇所が歩き方かもわかんないね。これ長径靭帯っていうところにちょっと伸ばしてるんですよ。やっぱこっちが来てるな、これやばいな。ここにねちょっといますね。思いっきり腰が浮くね、いつもね。頑張れ。ここへちょっといますね、これね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これはね、仙骨っていうところです。かわいそうね。こんなに痛いとは思わなかった。いつも痛いけど、もっと痛い。いつも痛いけどって、僕、組み立てやりますよね。そっちの方が痛いはずですよ。いや、もうなんか、もうわかんない。いや 上からずーっと来てるね、これ。起立筋痛筋肉なんだけど、あの背骨の横に2本あるんだけど、あれがすごい張ってます。ここなんだけど、これ全部来てるわ。すごいな。これは胃ですね。胃の内臓反射ですね。食べ過ぎ。すぐ出ますよ。胃は出やすいです。ここ胃が悪いんですよね。その辺に痛い気がするんですけど。だから逆、そうそう、ここが痛い人はそこを気をつけた方がいいよっていうのありますよ。ただ病気とかじゃないんですよ。基本的には悪いからちょっと疲れてるよとか、反射っていうかね、それがあるんですよ。ここ詰まってるよ、これ。これ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 。よっ。よっ。あらよっ。こっちやばい。よいしょ。ボキッつったね。ここひっついてたら今取れますよ。あれは多分後のボンドでしょうね。あとここは少し。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。いるんだ。よいしょ。あ、ごめん、痛いよ。張ってると、あ、今思いっきり張ってたわ。よいしょ。梨状筋ってここにいるんだけど、これが大体腰をまあ守ってるのね。あと大臀筋、中臀筋って小臀筋にここにあるんだけど、3つあるね。結構あの張ってるから、なんか溜まってたんだろうね。腰はまだ痛い、大丈夫。もうそういう問題じゃない。いいよ、仰向けになってごらん。来てからは頭痛がなくなったんですよ、うん、だから痛くて泣きちゃうんですよ。もうげえねっ、もうげえねっ、やばやば。骨盤先生の体メンテ、そして系列店舗のご紹介です。神奈川県の新横浜、東京都八王子、愛知県の稲沢にお店があります。ご来店お待ちしております。公式ホームページでは店舗の最新情報やブログを日々更新中です。ぜひチェックしてください。また生態の知識をもとにオリジナル商品の開発販売も行っております。ネットショップもぜひご覧ください。動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル